今年も残すところあと142日となりました。おしゃべりダンサーのみなみです。まあ、嫌味ではありません。パリオリンピックがいよいよ終わりましたね。いよいよ終わりましたねっておかしいよね、言葉。C3PO かと。すごいね。これからサラさんの舞台を見に行きます。ジャイアンリサイタルですね。今年はお客さんで、去年は演者として参加させていただいたんですけど、そういう感じなのか。どうですかね。私はね、ちょっとここ一昨日ちょっとあんまり体調が芳しくなくて、今日はまあ元気でございます。だいぶ元気になりましたね。暑いし、ホルモンバランスが崩れてるから、ね、でもやっぱね、ある程度やっぱちゃんと体をなんとかしていかないといけないなっていうのを感じますね。ちょっとね、なんていうのかな、ハードワーカーじゃないんだけど、こうつい力でゴリ押ししちゃうところがあって、いつも反省しております。あ、トム・クルーズだ。そっか、アメリカだからね。トム・クルーズかっこいいな。
ごいよね。いや、私はもうナイト&デイっていう映画が大好きなんですけど、あの全然いいんだよインポッシブルも。だけどね、ナイト&デイはマジかっこいいから見た方がいいよキャメロン・ディアスとの掛け合いが最高なんで。ダメだね、今日もぼやぼやし、ずっとぼやぼやしてるんだよね。今に始まったことじゃないって声が聞こえたけど、今に始まったことじゃないんだけど、一段とぼやぼやしてる気がする。ぼやんとしてるんだね。そうで、やっぱね、この季節私はね、セミが怖いんですよ。いや、セミも私のこと嫌いだと思う。すごい嫌いっていうか怖いと思うんだよ。こんな大きいじゃん人間って。私も怖いんだよね。お互いがそれを受け入れていい距離が取れたらいいんだけど、なぜかこういう感じじゃないですか。怖いんですよ。もう歩くのが本当にもうなんか声聞くとってなって歩いてるんで。つくつく胞子とかだったらいいんだけどね。油にいやんが怖いんだよね。だいぶ涼しくなったかな。今日マジで何も喋ってないねいつも何も喋ってないんですけど、今日は一段と何も喋ってない気がしますね。そんでぼやぼやしてんね、ぼやぼや。皆さん大丈夫ですか？夏バテとかしてませんか？してないんだったらいいんだけどね。うまそう。まあ今日はお芝居を見てアイデアをもらってどういう脚本なのかな。一応脚本セットにしたんだけど、どういう感じなのかが気になりますね。というわけで、今日は本当になんか特に言うことがなく終わってしまうんですけど、まあね、暑いから気をつけてほしい気をつけよう、お互いに。本当に頭回んねえんだわ。なんかね、ぼやんとするんだよね、うん。すっごいね、あんなとっからバンジー。ワイヤーアクションだ。ワイヤーアクションとかね、やってみたよね一度。かっこいいよね。というわけでね、あの今週はレストランショーがあって、来週は東洋館がありますので、皆さんよろしければぜひ足をお運びくださいね。まあちょっとこっから先ちょっとドタバタするので、まあまたね、というかドタバタするというか、まあ作んなきゃいけないしね、自分も
なんとかしていかなきゃいけないんですけど、なんとかします。毎年言ってる、なんとかします。なんとかしますって言って、なんとかできた試しがないんですけど、まあそんなもんですよね、世の中なんて。ただの酔っ払いだから。ね。でも何か一つのことに向けて、ね、やっていくっていうのは非常に大事なことでありますしね、素敵なことなので頑張ろうと思います。何を伝えたいのか、舞台なんか特にそうですよね。頑張ろうと思います、ね、とにかく暑いので皆さんお気をつけください。私のようにぼんやりしないようにね。というわけでそろそろ時間なので行こうと思います。じゃあそういうわけで